の氷結と違ってこう結構なんていうんですかね、まあ、パッとこうできるような感じなので、これでこんだけ違うのかってやっぱり改めてちょっといいなと思いました。ありがとうございます。今日もすごい丁寧な姿勢を考えることができてよかったです。あとその意識の使い方っていうところは日常でもそういう意識で過ごしていきたいなと思っていたところだったのでよかったです。ありがとうございました。今日は姿勢を気にしながら動いていって、で組んだ方がとても丁寧に教えてくださるので、それを意識しながらしていくと前回の稽古の時よりも今回の方がなんかこう通りやすいっていう感覚がもっと分かってきたのでとても嬉しかったです。ありがとうございました。今日はありがとうございました。とても細かいところまでやったので、今までこう何気なくやってきたっていうところが形にできるようになったかなと思います。で、あと沿岸と中心がなかなかつかめなかったんですけど、いろいろこうアドバイスいただいて、相手不在にするっていうことがまた分かったのでそこを相手をこう網羅してちゃんと沿岸と中心を意識していきたいと思います。今日はありがとうございました。